皆さんどうもこんにちは、ナスです。よろしくお願いします。今日もファイナルファンタジー16の続き第32回をしたいと思います。なので今から約1時間ほどお付き合いくださいね。よろしくお願いします。いきます。イエイ。はい、行きましょう。前回もサイドクエストをクリアし始めたんですけど、今日もまだ結構残っているので、それを果たしつつ、1,2,3,4,5 ぐらい、それを果たしつつ、もしまた時間が余ったらメインクエスト進ませようかなと思います。よろしくお願いします。ではここマークがあるんだけど、これここから行けないみたいなんだけど、これ一回置いとこうかな。ワンチャンここからはいけるかもしれない。行ってみる？行ってみようか。よし、行こう。よっ！いるかどうか全然わかんないんだけど。多分ここから行けるんだけど、でもちょっとおかしいよね、これは。魅力で倒す。なるほど。苦労さま。これってあれ、友達でしょ、フェニックさんとか。これは。異物の仕業。生き残りはいないのか。
我が軍氷を。こいつが親玉か。すぐに片付ける。終わったようだな。教団の者たちか。旅の方、助かりました。お前たちは。おや、そのブローチは雄筆様の。失礼いたしました。クライブ閣下でございましたか。動く異物が現れ、調査が滞っていたのです。ですがあなた様のおかげで無事に完遂できました。無事にだと？仲間が何人も死んでいるというのに調査を続けていたとは。なぜ止めなかった？我々の使命はアルテマについての調査、故にそちらを優先したまでのこと。死んだ者たちはそれで納得するとでも？ねえ、彼らもまた最後まで使命を全うしたのですから。閣下、ここに参られたということはご用件があったのでは？ああ、シリルに頼まれて調査報告書の回収に。でしたら雄筆様にはこちらをお渡しいただけますと。我々の使命はすべて大義のため、不死鳥の炎の絶えんこと。命を犠牲にしてでも使命を全うする、それが大義だと。ともかくタボールへ戻ろう。クジェトフの調査報告書はタボールにおられる雄筆様にお渡しください。
踊ろっか。これは閣下、右筆は中におります。ご用件があれば。なるほど。閣下、お戻りになられたようで。ああ、教団員から調査報告書を預かった。渡しておこう。陳謝いたします。アルテマの痕跡を得ることができればよいのですが。クジェトフでは教団員の一部が犠牲になった。仲間が襲われている間も他の者は調査を優先したそうだ。お前がそう命じたのか。いえ、彼ら自身が選択したこと。大義のためならば命を落とすことも厭わない。教団員は皆それを受け入れております。その考えを改めることは。これは我が不死鳥教団に古くより伝わる信条であり教理。閣下、あなた様が何を命じられたとしても決して覆せるものではございません。宗主の命を果たすことこそ我らが使命、そして不死鳥教団のあるべき理由なのですから。教団のあり方に口出しできないことは分かった。だが一つだけ聞いてくれ。俺は人命を犠牲にしてまで主命を優先すべきだとは思わない。調査するにしても護衛をつけるなどやりようはあるだろう。ジョシアがいかなる世界を目指しお前たちに命を下したのか、それを今一度考えることだ。閣下の助言しかと受けたまわりました。我々は根性の宗主ジョシュア様を信仰しております。我ら赤翼の徒はたった一人の主に従いその命を全うする。ご理解ください。あなた様がナイトとしてその席を全うするのと同じことだと。そうか。では閣下、どうぞ大義を見失われませんよう。さっき赤所で兵士たちが。さて、そろそろダルメキア軍とのエアラー買い取りの交渉も終わる頃だ。うまくいっているといいが。取引が成立したらすぐにでも動かないといけない。こっちも支度を進めているが、今回の輸送はかなり規模がでかいからな。クライブ、あんたも力を貸してくれないか。もちろんだ。
助かるよクライブ。俺はこれから改めてベアラーたちの移送経路を確認する。あんたは姉貴に取引の状況を聞いてきてくれるか。ああ、わかった。それじゃ頼んだぜ。今回は相手が悪かったんだ。諦めるしかないね。そう、気を落とさないで、エル。何か問題でも？ええ、今仲間から報告があってね。ダルメキア軍との交渉は失敗に終わったって。ベアラーたちは銀霊商団が買い取ることに決まったそうよ。私たちが提示していた額も決して安いものではなかった。でも彼らはその倍の額を提示したらしくて、こんな状況だから軍も金が必要なのはわかるけど。最後に覆されたか。悔しいわ。あと少しだったのに。どうしたんだクライブ、随分と話し込んでいるようだが。テオドール、実はね。この話は俺たちで進めてた話だろ。なんで銀霊商団が割り込んできたんだ。どこかで耳に入ったんでしょう。大掛かりな取引だったもの。とにかくこのままにはしておけない。今から銀霊商団に直接掛け合ってくる。クライブ、立ち会ってくれないかしら。構わないが。ありがとう、いつも助かる。ランデラ関所の近くに彼らを呼んでおくわ。現地で落ち合いましょう。テオ、あんたはカシロクで受け入れの支度を進めておいて。仮にこの取引が失敗しても今後のベアラー保護で役に立つから、また魔物が出ないかしっかり確認しておくのよ。おい姉貴、この先のことなんて後で考えりゃ。もしかして姉貴は銀霊商団の誘いを断るつもりなんじゃ。それならそれでまた一緒に運び屋を続けられるから俺としては嬉しいけど、でも姉貴が呪縛に囚われてるままだとしたら、いずれは何とかしてやりたいし。テオドール、やめやめ、考え事は一旦後回しだ。姉貴がああ言ったんならこっちも腹をくくらないと。それじゃあ早速今後に向けての支度をしておくか。俺は仲間と一緒にカシロクに行って整備を進めるよ。クライブ、すまないが姉貴のこと頼む。よく無茶しちまうからしっかり見ておいてやってくれ。ああ、わかった。ランデラ関所の近くか。俺も向かうとしよう。あら、自治寮へ行けないなんて。いつになったら関所を越えられるんだよ。
力でやるぞ。エルイーズ、待たせたな。銀霊商団の連中は？来たわ。わざわざ呼び出して何の用だね、エルイーズ。とぼけないで。ベアラー買い取りのことよ。あの取引は私たちと軍の間で行われていた。それを横から奪うなんて。何を言うかと思えば、あれはもともと我々が目をつけていたもの。お前の商談入りを祝おうと、運び屋の最後の仕事に花を持たせてやるつもりだったが、入団しないのならその必要もなくなった。考える時間が欲しかっただけ。約束を保護にしたわけじゃないねえ。あなたたちからベアラを買い取らせてもらうことはできないの？それは無理な話だ。あれからすぐに買い手が見つかり、ベアラーたちは顧客の手に渡ったからな。すでに我々の持ち物ではない。その顧客というのは？外大陸の商人だよ。バリスゼアと外大陸では文化が違うようでね。ベアラーの輸送中も食事を欠かさず、身なりも整えるよう指示を受けている。まったく面倒なことさ。それは本当なの？ああ、本当だと思う。嘘をつく理由もないだろう。ベアラーたちも外大陸に買われる方がマシな暮らしができるかもしれんな。わかった。そこまで動いてるなら今回の件は諦める。でも入団の話もなかったことにさせて。そうか、残念だよ。残念だったな。今回の失敗は私自身が招いたことだわ。みんなには黙ってたけど、ベアラーの状況を先に掴んでいたのは実は銀霊商団の方だったのよ。彼らは
混乱に乗じて軍の内部に潜り込んでる。そこで知ったみたい。ちょうどその頃入団を誘われてた私は誘いに乗るふりをして近づいた。そして先に軍に交渉を持ちかけたの。そうだったのか。商談には気づかれてたみたいね。私が本当は入団する気がなかったことも、脇を固めきれなかった私の失敗、もっとうまくやれていたはずなのに。エルイーズ、ベアラーたちが不自由なく暮らせるなら、私たちが無理をして保護する必要はない。分かってはいるけど、私の手で自由にしてあげたかった。エルイーズ、大変だ。カシロクの仲間から知らせがあった。村の奥に凶暴なドラゴンが出たらしい。テオが応戦してるそうだが、早く助けに行かねえと。なんてこと。エルイーズ、俺が行く。クライブ、テオお願い。なんだか嫌な予感がする。私たちもすぐに向かうから。テオドール、急ごう。血の方が一番早いかな。行けたんだっけ。行けるかな。こう行くか。ほテオドールは村の奥だ。あっちにはエーテルダモリも出てるってのに、テオドールのやつまだ戻ってこねえ。頼む、早く助けてやってくれ。すぐに向かう。ここは歩きの方がいい。行くぞ。開けろ。敵だ。テオドールどこだ。魔物も明石屋に。
早くテオドールを見つけないと。全員を一発で。こいつはドラゴンがアカシアに。まずはこいつを倒さないと。テオドール、よく無事で。その姿は…俺は…ベアラーだから少しくらい…いけると思ったけど…エーテルだまりに…長くとどまりすぎちまった。さっきのドラゴンが
思いのほか強くてよ。でもさすがシロだ。あのデカブツを倒した。これでみんなの村に。どうだ。ゾンビ。クソ、やるしかないのか。やめてせよ、テオドール。お前までアカシアになるぞ。なんでクライオはそのなんか一緒にならないの。もう誰よりも使ってるでしょ。ミートスだから。ありがとうクライブ、少し落ち着いたわ。あいつは勇敢だった。ドラゴンを相手に最後まで。テオドールはきっとあんたのために戦い抜いたんだろう。私のために。私はあの子の思いを無駄にしてしまった。テオドールの思いか。あいつはあんたに商人になってもらいたかったようだ。そう、私が商人を諦めたことをずっと気にかけて。エルイーズ、聞かせてくれないか、あんたたちのこと。私たちはカンベルの庄家の子として生まれたの。それなりに名高い家だった。両親は私に商人としての気質があると見込んで、あらゆる教育を受けさせた。でもテオは違ったわ。テオが15の時、ベアラーだったことが分かったから、両親はテオを憎んで役所に突き出そうと。だから私はあの子を連れて家を出た。それからずっとベアラーの保護を続けているそうだな。テオドールが心配していた。自分を助けたことでそれに縛られているんじゃないかと。だからその呪縛から解放してやりたいと。正直に言えば何度か考えたこともある。あの時テオを助けずに商人の道を選んでいたら、私はどんな人生を歩んだんだろうって。それでも後悔はしていない。弟と一緒に暮らせたことが何よりも幸せだった。テオの笑顔を見るたびに助
けてよかったって本心から思えてたの。でもテオはずっと負い目に感じてたのね。私の方こそあの子の呪縛になっていたのかもしれない。テオドールはこうも言っていた。姉貴に助けられてからずっと幸せだった。これからは自分の人生を生きてほしいとな。あんたたち兄弟は呪縛になってなんかいない。互いに自分の人生を歩み互いに思い合っていた。きっとそれだけだ。ずっとずっと二人で生きていきたかった。テオといるだけで私は良かったのに。テオ、テオドール。このまま運び屋を続けるわ。きっとテオも分かってくれる。私は運び屋という仕事を通じて人を救うことに心から喜びを感じてた。だからこれからもそれを続けていく。いろんなものを運んで多くの人を助けてたくさんのベアラーを保護していく。私が何かを運ぶことで人々を笑顔でいっぱいにしたい。あの日のテオのような笑顔に。それが私の生き方。これまでもこれからも。そうか、俺もあんたに協力する。これからもずっとな。ありがとうグライブ。私と今は亡き我が弟から心より感謝を。あんなに悲しそうなエル姉ちゃん、俺見たことないよ。テオ兄ちゃんが死んじゃったって話、やっぱり本当なのかな。今まで生きてこれたのはテオ兄ちゃんのおかげだ。今度は俺たちがエル姉ちゃんを守ってかなきゃ。私はこれからも運び屋を続けるわ。なちいね。村人たちがアカシアに。よし、ここまでだな。 B、 それはもう普通に怖いんだけど、この村前通った時みんな大事だ。オープンゼットだ。
け。よし、これで揃った。隠れ家へ戻ろう。OK。これかな。やばい。ちょっとこれチェックしたいよ。なんか吊るされてた人たちはアカシアになってるのかなって見たかった。めっちゃ優しいな。じゃなかったかな。みんな消えた？誰もいない？この辺でやったか。ここはまだエテルタマリが動いてない。やっぱそっちの場所だった、ね、いや、テレデン。ドリスが奴隷商人を調査しているはずだ。探してみよう。アカシアにやられた傷、もう大丈夫？なんと。じゃあね、ドリス。久しぶりに会えてよかったよ。あなたもお元気で。ドリス、ここにいたんだな。シド、なぜこちらへ？お前が奴隷商人の調査をしていると聞いてな。隊長が単独行動とはどういうことだ？申し訳ありません。古い知人が手がかりをつかんでいると分かったのです。
今の身分を隠し、私一人で調査をする方がうまく話を進められると思いました。知人、さっきのやつか。それで何か収穫は？はい、九段の奴隷商人の居場所が分かりました。現在バーム立教にベアラーたちを集めているようです。これから移送するつもりなのかもしれません。また話によれば、ここしばらくの密売には一部のザンブレク兵も加担しているとか。組織ぐるみで動いているとなると、ことは急を要します。私はこのまま現地へ向かいます。俺も行こう。兵士の相手は任せろ。ドリスはタイの連中を呼んでベアラーたちの保護を頼む。承知しました。では後ほどバーム立教で合流しましょう。ああクライブ、ちょいと頼みがあるんだよ。ウェイド卿に野菜の種を渡したくて。イーストプールは当面の間食料の確保が問題になるだろう。もちろんうちからも支援をするつもりだけど、ゆくゆくはあの村で食料を作らないと暮らしていけない。それに移住した者の多くはベアラーだ。彼らはこれまで自分たちの力で生きるってことをしてこなかった。生きていくために自分たちで行動するってことを学ばなきゃならないからね。作物を作る喜びと食物を得るありがたさを知れば、ベアラーたちも変わっていくんじゃないかと思ってさ。そういうわけでクライブ、イーストプールまで種を届けてもらえるかい？ああ、いいだろう。ありがとうクライブ。この袋にギサールの野菜の種が入ってる。ギサールの野菜ってチョコボの？ああ、この野菜は育ちが早いのさ。それに痩せた土地でもよく育つ。あの村で作物を作り始めるにはちょうどいいだろう。チョコボの大好物で知られてるけど、うちらが食っても美味しいんだ。ちょいと癖はあるけどね。そうだったのか。ついでに向こうで困ってることがないか、ウェイド教に話を聞いてきてもらえると助かる。私もできる限り協力するからさ、よろしく頼んだよ。ああ、わかった。食べ物を作ると言っても。おや、クライブ様。今日は何かご用でも？マーサからギサールの種の届け物だ。これはありがたい。今のイーストプールにもってこいの作物ですよ。この村もかつて小麦を育てていたようですが、すっかり荒れ果ててまして、種からの作り直しで困っていたのです。マーサが言っていた。ベアラーたちには自分の力で生きてほしいと。だからその種を使ってほしいそうだ。そんなことを？ここのベアラーたちはそのほとんどが保護されて間もなく移住してきています。マーサさんの言う通り、事細かな指示がなければ
動いてくれません。そういう世界で生きてきたのですから、仕方ないのかもしれませんが、それに今はまだ食料も物資も全て外に頼っている状態です。ベアラーたちも自分の力で生きていくという心構えになっていないでしょう。ギサールの野菜を育てることで彼らも変わってくれるといいのですが。ウェイド卿、奴らが動き出しました。やはりこの村に向かっています。くそ、これからという時に。とにかくみんなを集めてくれ。宿場の傭兵団にも救援要請を。はい、直ちに。何事だ。先頃イーストプール周辺の警備中にアカシアの群れを発見したのです。それ以来警戒を強めていたのですが、ついにこの村に向かってきたようですね。アカシアどもか。奴らは村を囲むように複数箇所で群れを作っています。このままではここを守りきれるかどうか。村の者全員で戦うんだ。まさかベアラーも戦いに参加させるということですか。俺も手を貸そう。だがそれでも守りきれるかわからない。戦いに不慣れなベアラーたちとはいえ、全員で戦わなければこの村そのものを失うことになるぞ。わかりました。みんなに話してみましょう。皆さん、力を貸してください。敵はどこから現れるのか分かりません。みんなで守らなければイーストプールは壊滅してしまいます。俺たちに何ができる。どうせアカシアをおびき寄せる罠としてベアラーを使うんだろう。そうやって最後は捨てるんだ。ようやく自分たちの村を持てたのに。ならさっさと武器を持つんだね。ウェイド卿や私、それにシドはこれまでベアラーを助けて保護してきた。それはあんたたちに居場所を作ってあげたかったからだ。だけどここを、この村を手に入れた。違うのかい。イーストプールはあんたたちの村だ、家なんだ。自分たちのものは自分たちで守る、そうやってきた。辛いことがあっても大切なものを守るために戦ってきたんだ、いつだってね。それが人というものなんだよ。なのにあんたたちはいつまでベアラーをやるつもりだい。ここが自分たちの村と思うなら、生きていたいと思うなら、自分たちで守り抜くんだ。自らの手で人として武器を持ちな。おい、何を。武器を私はこの村で生きていきたい。イーストプールを、この土地を守りたいのです。私にも戦わせてください。私に武器を。そうだ、俺たちだって戦えるんだ。そうだろ。やれるよ。やってやるさ。イーストプールを守るぞ。ありがとう、マーサさん。話は後だ。
みんなのためにも私らが戦う姿を見せなきゃね。うん、ええ、フライパンで戦うの？頭数はなんとかなったか。あんたのおかげだ。私はあいつらの尻を引っ叩いただけさ。クライブ様、マーサさん、こちらの支度は整いました。作戦を教えてくれ。種火の守り手と宿場の傭兵団、そこにベアラーを加えた複数の隊を周辺に展開。全体守りを固めながらアカシアを村の中に誘導します。この村を戦場にするのか？はい。チリジリに戦っても被害が増えるだけでしょう。守りに専念することで負傷者を減らします。戦えないベアラーは伝令として指示を運び、各隊が連携してアカシアを一箇所に集めるのです。そして適時持ち場を変えながら村の中に奴らを閉じ込めます。あとは我々で一気に叩くだけ。その作戦を遂行するには誰かが指揮しなければ。ウェイド卿、あなたは後方に回り、この作戦の指揮を取ってくれ。奴らの相手は俺に任せろ。なるほど、やはりあなたこそ無鉄砲だ。来ました、アカシアです。アカシアが現れました。よし、では作戦通りに。いいな、誰も死なせるんじゃないぞ。立ち上がったベアラーたちの志を無駄にするな。この村を何としても守り抜くんだ。ロザリアの誇りを胸に。了解。クライブ様、どうかお気をつけて。ウェイド卿も。それじゃ、私らも行こうか。いつでも行きますぜ。そろそろか。来い。イーストプールを守ってみせる。全部倒したか。クライブ様、大変です。どうした？リアンノン山道にアカシアの大物が現れたと知らせが。まずいな、宿場も近いぞ。ウェイド卿、戦況は？戦いは続いていますが、山は越えたようです。あの数ならば
我々だけでも対処できるかと。ならここを離れても大丈夫か。その大物は引き受けた。俺はこのままリアンノン山道へ向かう。ウェイド教は周辺の敵を頼む。承知しました、クライブ様。どうかご無事で。アカシアに負けねえ。どうこしらえるんだ。行くぞ。行け。見通しが悪いな。やったか。イーストプールに戻ろう。それでアカシアの大物は？ああ、倒した。ありがとうございます、クライブ様。こちらも周辺のアカシアを殲滅しました。引き続き警戒は続けていますが、今のところアカシアは見つかっていません。当面は問題ないでしょう。なんとかなったか。よかった、イーストプールを守り抜くことができて。みんな本当にありがとう。何を言われるのです、ウェイド様。私たちが戦えたのはあなた方のまっすぐな姿を見せられたから。ウェイド様たちのおかげで守るということを実感できたのです。なんだか心に明かりが灯ったように感じます。ウェイド様、申し訳ありません。あなた方に何もかも押し付けようとして、これからは俺たちにも協力させてください。自分たちのものを自分たちで守るために、このイーストプールを、みんなの村を一緒に守るために。
ええ、もちろんです。共に頑張りましょう。ここは私たちの村だ。これからもよろしくお願いしますよ、皆さん。ありがとう、ウェイド様。よし、村の整備を始めよう。そうだね、みんなで頑張ろう。ずいぶんと頼もしくなったな、クライブ様。私は思うのです。ベアラーたちが自分の力で立ち上がる姿、これこそエルヴィン様が見たかったものだったのかもしれないと。そう思うよ。私はこれからもここで彼らと共に生きていきます。このイーストプールに生きる者として同じ志を抱いて。ようやく新しい村って感じになったじゃないか。おめでとう、ウェイド卿。さて、私も宿場をほったらかしにできないね。そろそろ帰ることにするよ。マーサさん、本当にありがとう。うちの宿場とこの村、これからも助け合っていこう。ウェイド卿、改めてよろしく頼む。はい、こちらこそ。そうだ、クライブ、あんたは後で宿場に寄ってくれるかい？届け物の礼がまだだったからさ。わかった。そうだ、クライブ様、覚えていますか、スティルウィンド・シッチの任務のこと。あなたにお供し蛮族の調査に出向いたあの任務です。もちろんだ。あの時クライブ様は強大なモルボルを相手に臆することなく立ち向かわれた。その姿に本当に心が躍りました。そして決意したのです。いつかあなたのような立派な騎士になると。あなたへの憧れは今も変わりません。ですがこれからはこの地を守る長としてあなたを追い続けようと思います。そうか、あなたはずっとロザリアの騎士なんだな。ウェイド卿、イーストプールを、ロザリアを頼む。ええ、任せてください、クライブ様。さまざまなお力添えをありがとうございました。ではまたな。クライブ様、さまざまなお力添えをありがとうございました。これからはイーストプールのベアラーと共に村を守れたのはみんなで、クライブ様やマーザさんのお力添えあってこそ。村のために一緒に戦ってくださってありがとうございます。私たちもここで生きるための戦いを続けていきます。待ってたよ、クライブ。今回は本当に助かった。届け物どころかアカシア退治までやらせちまって。当然のことをしたまでだ。ならここまでしてもらった分の礼をするのも当然だ。さあ受け取っておくれ。ありがとう、いただくよ。イーストプールは新たな村として歩み始めた。これからはきっと彼らも自分の力で生きていける。ああ、マーサのおかげだ。
ベアラーが自分たちで考えて自分たちで動く。うちの宿場やあんたの隠れ家と同じさ。私らにとってみればこれもまた当然のことだろう。それにしてもああやってベアラーが立ち上がる姿を見てるとシドとの出会いを思い出すよ。まったく最悪な出会いだったってのに。興味深いな。聞かせてくれないか。私はシドに会う前からベアラーを保護してた。一人でできる些細なもんだったけど、そんなある日あいつが乗り込んできたんだよ。この宿がベアラーの密売場所になってるだなんて因縁をつけてきやがってさ。まあこそこそとベアラーをかくまう宿なんざ、はために怪しく見えるのも仕方ない。いろいろあって誤解は解けたんだけど、シドは最後にこう言った。かくまってるだけじゃベアラーは自立しないって。だけど私も私で信念を持ってベアラーをかくまっていたからね。ムキになっちまって後先考えずに突っかかったよ。そしたら宿場中に響くほどの大喧嘩。でもそんな態度が気に入られちまったのかね。そうこうしてるうちに私もシドの思いに共感して互いに協力し合うようになったんだ。あんたたちらしいよ。シドは自分の力でベアラーの不遇を変えようとした。かつてのエルウィン様もベアラーに対する意識を変えようと尽力なされてた。どちらも強い意志だったろう。だが意志の強さは時として自らに壁を作る。それが大きくなるほどことを成就させることも難しくなっていく。それでも俺たちはその意志を継いだ。そうさ、志半ばで倒れたとしても思いを継いでくれる人がきっといる。だからクライブ、安心して進んでいいんだ。まっすぐまっすぐ進んでおいき。やってみるさ。さてと、信念を貫くにも意志を継ぐにも何かをなすには腹が減る。まずは今日村を守ってくれたみんなにうまい飯でも振る舞ってあげなきゃね。そうしてくれ。イーストプールに行ったベアラーたちは大丈夫かしら。世話を焼く人がいなくても。ご飯は合わないのかい。お腹すいちゃう。ここはどうやって一番早く。頼んだぞ。かけろ。行くぞ。奴らか。だがあの女、
確かマーサの宿でドリスが話していた。この辺りでベアラを集めるのももう潮時みたいだね。ではそろそろ本国へ戻られるのですか？当然さ、こんなところでミスミス捕まったら奴隷商人の名折れってもんだ。荷物はもうまとまってるんだろ？次の大きな仕事も待ってる。さっさとザンブレクに運んでくよ。はっ、直ちに。ああ、だけどその前に邪魔なネズミを始末しておこうか。やれるものならやってみろ。あとは貴様だけだ。やれやれ、みんなくたばっちまったかい。私も焼きが回ったもんだ。降参だよ、好きにしな。シド。なるほど、あんたが噂のシドだったのか。そりゃかなわないはずだ。ドリス、あんたシドのところにいたんだね。それにやっぱり気づいてたか。間違いならばどんなによかったか。シド、黙っていたことをお許しください。彼女はかつての主人、そしてこの世界で生きる術を教えてくれた人です。この人が育ててくれたからこそ私は今もこうして生き延びている。よく覚えているね、あんな昔のことをさ。あんたはベアラーの中でもよくできた子だったよ。武芸をやらせても文字を習わせても器用に熟した。だからただの奴隷として使い捨てずにずっとそばに置いてたんだけど。ねえ、私の剣、戻ってくる気はないのかい？今の私はベアラーのための剣です。もうあなたのものではない。最後にそれだけ伝えたかった。さようならご主人、あなたのことは一生忘れない。ベアラーのための剣か。まったく本当によくできた子だよ、あんたは。やつはどうする？私たちは彼女を裁く身にはありません。ですから何もしません。密売されそうになっていたベアラーを助けることができた。それで十分です。そうか、わかった。シド、ご協力ありがとうございました。今回の一件改めて隊員にも伝えておきます。手紙の件もある。コールには俺からも話しておこう。
お帰りなさい、シド。ドリス隊長からの知らせを受けました。シドが任務に加わり、密売を事前に防ぐことができたと。ベアラーたちも直に保護されてくるはずだ。それと手紙の件だが、ドリスならもう大丈夫だろう。ありがとうございます。先ほどようやく事情を知りました。俺たちが追っていた奴隷商人、まさか隊長の昔の主人だったなんて。あの奴隷商人はザンブレク兵と一緒に自首したそうです。ベアラーの扱いが悪いザンブレクでさえ密売は重罪、厳しい罰を受けるでしょう。隊長の心中が気がかりです。彼女はしっかり過去と決別していた。心配しなくていい。そうですか。ドリス隊長らしい。隊長は過去を切り捨ててでもシドと共に人が人として生きられる場所を作ろうとしている。シドのおかげで改めて覚悟を思い知りました。隊長の下でもっと多くの命を救ってみせます。ああ、よろしく頼むぞ。ジョシア様、最近の食事は？クライブ、戻ったか。こちらの支度はできている。早速お前の武器を撃つとしよう。革職人カミルから得た頑丈な革、外大陸の文化から得た鋭利な刃、ドラボズの外端から得た強固な鉄、そしてゾルターンの彫金の腕とブラックソーンの鍛冶の腕、俺たちの全てをこいつにぶつける。行くぞゾルターン。おうよブラックソーン。ついに完成したぜ。おー、かっこいい。これが伝説の剣、ラグナロクだ。ラグナロク。シド君、大切に使ってくれ。ありがとう、二人とも。これで二人は師匠を超えたってことだな。何を言ってる、オーガスト。超えるってのはこういうことを言うんだ。クライブ、これを。これは二人で考案した伝説を超える剣の設計書だ。こいつを作るにはまさに伝説級の素材が必要だが、必ずやシド君の戦いに応えるものになるだろう。分かった、その素材とやらを集めてみせる。俺も伝説を超えるためにな。その意気だ、クライブ。それじゃあ、ひとまずは伝説の剣を作った記念にエールで乾杯といこうじゃねえか。おう、いい考えだ。こんなに心がすがすがしいのも久しぶりだ。今日は飲みまくってやる。ああ、共に酔いつぶれよう、兄弟。
仕事してやろう。どれが欲しい？またな。支度はできてるか？何を作る？また来いよ。お仕事してやろう。またゾルターンと一緒に鉄を撃てるとは思わなかったぜ。何もかもお前のおかげだ。ありがとうな、クライブ。頑張れよ。モリーの焼き菓子は食べた？カンベルはもうダメだって聞いたけど。エディータが書いた本、すっごく面白かったよ。じゃあ、今日は感想文を書いてみましょう。アイアンワークス造船所はもう使えないか。残念。シド、お待ちしていました。球体遺物は回収していただけましたか？これでいいか？こちらで間違いありません。シド、ありがとうございました。早速、加熱炉の製作に取り掛かりますね。シド、ご覧ください。名付けてテラモン加熱炉。この工房の自信作です。なかなか立派じゃないか。これもシドの協力があってこそ。何かお礼をさせてください。前にも言っただろう、気にする必要はない。でしたらシドの薬カバンをさらに使いやすくするというのはいかがでしょう？また薬カバンか。実はテラモン加熱炉の試験運用として製鉄をしていたのです。その際、ごく少量ながら偶然に硬さと柔軟さを合わせ持つ特殊な金属ができまして、この金属を薬カバンの取り付け金具に用いればさらに使い勝手が良くなるかと。そういうことならありがたく受けよう。わかりました。それではしばらくお待ちください。どうです？なるほど、これは使いやすいな。ありがとう、助かるよ。こちらこそありがとうございました。この特殊な金属を実用化できれば隠れ家での生活を格段に向上させられるでしょう。ここで生活する皆さんが何の不自由なく暮らしていけるようにする、それが我々の目標です。シドの協力で完成したこれらの装置をもとに、いつかその目標を達成してみせます。ああ、期待してる。みんなのために頼んだぞ。強い。
とサイドクエスト全部片した。結構時間経ちましたね。おかえりなさい、シド。かわいい服だね。すごく似合ってるよ。お姉ちゃんの服もすっごく綺麗。また次回メインクエストを進ませようかなと思います。まあ女子は似てるかどうか気になってる。気になってたさ。お帰りなさい。支援品の確認ですね。今お渡ししますね。おお、なんかすごいすごいものもらえた。すごい。アビリティポイントもらえた。2500分。結構強いそれ。またどうぞ。はい。なったんですけど、最後まで見てくれてありがとうございます。次回はメインクエストを進めようと思います。メインストーリーですね。なので次回も見に来てくださいね。チャンネル登録してください。ナスでした。バイバイ。